わふわ。私王子様を見つけたの。綺麗で優しくて。寂しそうな微笑みは心をなくしてしまったから、私の王子様。でも私はただのアヒル。王子様に向かって伸ばす腕も慰める声も私は持ってない。ねえドロッセルマイヤーさん、私王子様に近づける？流した血のような赤い宝石、どうか私を女の子にして。私はただのアヒルじゃない。アヒルは私の名前。バレエが好きだけど下手だから頑張る、きっとね。王子様の名前はミュート。闇の中の光、そして光の中の闇、その人はファキア。踊って王子様、どうか私を踊らせて。誰よりも高く遠く鮮やかに。あ、邪魔しないでファキア。あなたが踊りたいのは私じゃないでしょ。私が踊りたいのはあなたじゃない。お姫様の名前はルー。強く激しく美しいお姫様。ルーならミュートと踊れるの？ミュートが微笑むの？ねえドロッセルマイヤーさん、お話はどうなるの？王子様は幸せになるんじゃないの？でも誰と？ルーと？ファキアと？私と？王子様を幸せにできるのは誰？私どうなるの？どうすればいいの？お話はどうなるの？私は昼のままなの？お話は終わりなの？嫌よドロッセルマイヤーさん。私はアヒル。私はお話を続ける。王子様が心を取り戻すまで。王子様のために、私のために。私はプリンセスチュチュ、王子様のプリマドンナ。